くぅ、やっぱハワイの日の出は一味違うね。任せろ。よっしゃ、行くぜ。富澤。ああ、キリオさん、準備はできてるぞ。出発するか。Your fate is cut off.よし、腰抜き野郎が。はあ、よっ。
俺の番だな。もらった。はい、やがれ。あお。よし、やるぜ。何？来ない？行くぜ、みんな。おお。俺たちの絆、見せてやるよ。いつかまったり海岸でカフェとかやるのもいいな。コーヒー入れて馴染みの客とだべったりしてさ。へえ、なかなか優雅でいいじゃねえか。一番は割と愛想がいいからホールと調達が適任だな。って俺もカフェの頭数に入ってんのか。おう、人脈広げて常連作りつつ、いろいろお得に仕入れてくれよ。たくちゃっかりしてんな。ま、任せとけ。仲良し。ちいちゃんはコーヒー好きなのか。うん、でも飲むのも好きだけど見るのも好きなんだ。見る？喫茶店とかで入れたコーヒーがフラスコに落ちるでしょ。あれをぼーって見るの好きなの。お店で入れ方は違うけどね。コーヒーを入れるのを見るか。そういう楽しみ方もあるんだな。俺も今度コーヒー頼んだらマスターの手元を見てみるか。漁師してマスターに変な圧かけないようにね。よっしゃ。アロハ。 Thank you。 私の出番ね。やんのかい。どうした。参ります。はっ。やっ。おWe'll be right back.
腰抜け野郎が。俺の番だな。いや、いや、勝負しろよ。よそ見するなよ。この辺の家ってやっぱ家賃とか高いのかね。どうなんだろう。ネットで調べてみようか。私結構好きなんだよね、物件とか見て引っ越し想像するの。ああ、ちょっとわかる。なんかテンション上がるよな。ちょっといい家とかで優雅な生活を妄想したり。ね、この辺は1ヶ月で約2500ドルくらいだって。ってことは月30万超え。そっか、そうなのか。露骨に一番のテンション下がってしまった。仲良し。やんのかこの野郎。私の出番ね。俺の番か。何？来ない？俺の番だな。どうした？行くぜ。放電準備しろよな。俺の番だ。いい調子だぜ。ハワイはホテルも車もでかいな。どこ見てもビッグサイズだ。ファストフードも日本の感覚で注文すると驚くよね。 M サイズのつもりで頼んだら LL サイズくらいの来たりして。確かにな、こっちのサイズに慣れたら日本で戸惑いそうだ。あれ、なんか小さくねってなりそう。そうかもね。時差ボケならぬサイズボケしそう。よっしゃ。気になってたんだ。アロハ。Thank you。するか。
ハワイって流しのタクシーはそんなに多くないのかね。まあホテルで予約したり乗り場から乗るのが多いかもな。ハワイのドライバーは明るくて気がいいやつが多いし、穴場のスポットも知ってるからな。気軽にいろいろ聞くといいぜ。へえ、詳しいじゃねえか。本職のドライバーみてえだ。いや、車がないだけで今もタクシードライバーなんだが。仲良し。Aloha! Thank you! なんだ一番、寝不足か。ねえ、なんか寝つき悪くてな。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな、これ貸してやるから今夜使ってみな。なんだよ、睡眠薬とかか。そういうの、いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうこと？てか分厚っ。お前こんなの持ち歩いてんの？ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね。よっしゃ。Aloha. Thank you. Harikite. さすがハワイの海、いつ見ても綺麗だな。せっかくハワイに来たんだし、人泳ぎしてみようかな。
私の出番ね。俺の番だな。俺の番か。いつでもどうぞ。寝てろ。ヤシの木からあんな奴が降ってくるとは。こういうビーチチェアみたいなの家に欲しいな。このくらいならハンプと木がありゃ自分でも作れそうだな。え、トミー、 DIY とかすんのか。ああ、大体の日用品は作れるぜ。テーブルとか棚とかな。へえ、結構器用なんだな。じゃあ木彫りの熊とかも作れたり。なんで木彫りの熊？それ観光地の土産で日用品じゃねえだろう。でもまあ今度作ってみるか。作ってくれるのか。完成したらありがたく飾らせてもらおう。仲良し。アロハ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you very much.俺はいつでも対戦相手になるぜ。いいね。今度一緒にプレイしようぜ。お、ダーツあるじゃん。俺結構好きなんだよな。この前も超活かしたマイダーツ買ったぜ。そんなに好きだったのか。そしたら今度やろうぜ。その生かしたダーツの矢を見せてくれよ。うん、でも傷つくの嫌だし、矢はレンタルでいいかな。せっかく買ったなら使えよ。よっしゃ。
さあ、行きますか。私の出番ね。腰抜き野郎が。よし、かさっさと来い。ビビってんのか。はぁ、はっ、俺の番だな。もらった。放電準備しなげな。俺の番だ。相手してやる。さてと。どうした。こいつだ。行くぜ。はい。バリバリハッパス。はいはい、お願いします。デリバリー。よろしく。デリバリー。頼むぜ。よし。大道芸人はいたが、こっちは気合い入ってんな。道端で火とか吐いてんじゃねえか。迫力すげえや。ここのパフォーマンスは結構歴史があるからな。観光客にも人気のスポットなんだ。ここから有名になるパフォーマーも結構いるんだぜ。へえ、登竜門的なもんか。そういえば偉人町でギター弾いてた二人組がメジャーデビューしてたな。それと近いもんなのかも。路上からプロのミュージシャンか。夢のある話だな。俺らも路上ライブやってみっか。スカウトされちゃうかもしんないぜ。そしてメジャーデビューってか。それも楽しそうだな。よっしゃ、俺たちの美声を世に轟かせてやろうぜ。まずは楽譜の勉強から始めないとな。そこは真面目なんだな、お前。ありがとうご気合い入れる。アロハ。Thank you。
どれもソークールです。いってらっしゃいませ。海だあいつサーフィンできんのかな。いやどうだろう。あ、来た。サーフィン、イルカ、海遊び、なんか使えそうな気が。はあ、男前をあげてやるぜ。今の気分は。気分を変えるか。まあ見てな。全部着てみたいな。ホットドッグはマジでうまいよな。ああ、わかる。ポップコーンもだけど、映画館って場所が大事だよな。そう、あの雰囲気の中で食うのがいいんだよ。最近はホットドッグを食うために見たい映画探してるからな。それ、目的と手段が入れ替わってねえか。仲良し。おう、うん、春日。キリュウさん。Ready for a beat down? かかってきやがれ。よし。
ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。右へ曲がります。左へ曲がります。ご利用ありがとうございました。全力で行くよ。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。手加減はなしだ。寝てるわ。
まとめて対抗してやる。受けてみな。行くぜ行くぜ。ほら。黙らせてやる。任せといて。セイヤ。調子出てきたぞ。やんのかい。相手してあげる。ほら来いよ。ふんし。負け。あ。よし。行くぞ。簡単に。たちのキック調子がいいぜ。いつでもどうぞ。もらった。放電準備。あっちの調子だぜ。よし、上昇上昇。コツつかめたんじゃねえか。悪くない気分だぜ。まだ強くなれるとはな。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。吸収が早いのよね。また成長しちゃった。くっそー。くっこの富澤くさごら。何やってんだよ。何って？もう少しで収束だったんだぞお前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよバカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。あ、おい、それよりここどうなってる？あ、いや、もういいや。キリュウさん、俺の髪の毛大丈夫っすか？玉かすったと思うんすけど、剥げてません？うん、別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います？こいつ、特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよ、チリチリ一体。アロハ。Thank you。よし、歌うか。盛り上がっていこう。ホノルルスティールライト。ジャッ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 このバカンスが365泊だったなら
長い長い。どの曲にするかな。この歌を送るぜ。地獄で鍋パーティー。さあ直樹ちゃん、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。悪魔の地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ。石破くそりつ送るだけのお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、おネギ、豚バラ、どんな馴染みの具より悪魔好みのお出汁が取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた腹肉うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い鍋底、僕鍋パーティーだ。私の出番ね。フレコだ、楽しく行こうぜ。絶叫だい。その息だ、聞いてくれ、ジャッジメン。レールから外れた、おい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 、不良品の野良犬さ。キリンさん、We are
まあこんなもんだな。ありがとう。ありがとう。